オーストラリア対イタリアミリタリーワールドゲームズは国際ミリタリースポーツ評議会によって組織される軍人スポーツ選手のための総合競技大会である。数年にわたって競技ごとに個別の大会が開かれていたが1995年からこの大会が開催されるようになった。冬季大会は 1> 第1回大会が2010年3月20日から25日まで、イタリアのバーレ・ダオスタ州で開催された。2019年大会において、次の32競技が実施された。アーチェリー・バドミントン・バスケットボール・ボクシング、自転車競技馬術、フェンシング・サッカー・ゴルフ・柔道・近代・五種・オリエンテーリング・スカイダイビング・セーリング・射撃競泳、オープン・ウォーター・スイミング・飛込・み、ライフ・セービング、 卓球テコンドー陸上競技、マラソントラヤスロンバレーボールビーチバレーレスリング、体操テニスミリタリースポーツミリタリーワールドゲームズ2007の海軍五種競技の一つ、障害物競争ミリタリーワールドゲームズにおいて、実施される特徴的な競技として、下記の陸海空軍五種競技がある。エアロノーティクル。 ペンタスロンミリタリーペンタスロンネーバルペンタスロン2017年の第3回大会では次の7競技が実施された。山岳スキースポーツクライミングクロスカントリースキーアルペンスキーバイアスロンショートトラックスピードスケートスキーオリエンテーリング。ありがとうございます。